チロがね、最近時々帰ってくるの。はい、結構ですよ。レビー小体型認知症のおよそ8割の人に幻視や幻聴といった幻覚が現れると言われています。虫や蛇、時には亡くなった人が現れたり。あなた偽物のレイちゃんでしょ。お互いもっと相手のセリフを聞く。私大丈夫ですか？バッチリです。売れない女優レイ子に映画出演の話が舞い込んだ。ズバーン。久しぶりのチャンスに喜ぶも、母は認知症。そんな本読まなくていいんじゃない？どうせ治んないんでしょ。その認知症は不思議な幻を見せていた。心配しすぎない、ニコニコ過ごすのが一番です。見たい見たい。楽しく日々を過ごす母と娘には抱えた思いがあった。あなたが見たのよ、覚えてない？何それ、やる気あんのよ。私に期待しないでよ。ごめんなさい、踏ん張れない。こちらこそありがとね。話す犬を話す。ママ、まぶしい。